少しほぐしていきます。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今日はお団子です。見たわかります、はいはい、ありがとうございます、はいはい、今日のポイント、うん、テーマまあ湿気の時期始まりました。まあ、いつもの感じです、ね。はい、湿気が多い時期が始まったので、うん、湿気で広がった方、うん、寝起きで朝寝坊してしまった方、うん、朝時間がない方でも、うん、巻かずにそのままできる、うん、ボリュームたっぷりなお団子をやってみました。はい、はい、ありがとうございます。すみません、今ので分かりましたかね。まあ多分まあ分かるか今回は。でもあの本当に湿気で朝起きた時に広がっている方だったりとか、朝寝癖がすごい方、まあ時間がない方でもいいと思うんですけど、まあその方を、が、まあ、オイルつけてもうゴムとあとヘアアクセでパパッとまとめれる、もう巻かなくてもいいっていうアレンジなんですよね、はい、なので今からの季節結構使えるアレンジかなと思いますので、ぜひ あと、髪の毛の量が少ないというかボリュームが出ない方もこのやり方をやるとボリュームが出やすくなりますね。ありがとうございます。はい、そんな感じで今日もお送りしますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、お願いしますそれでは動画9 リレイのバームをつけていきます。指先に少量取り、手にしっかりとなじませてから、毛先から徐々に上の方までしっかりとつけていきます。トップよりも少し下あたりで髪の毛をまとめていきます。ゴムで結んでいきます。ゴムの部分を持ちながらトップの部分を1センチほど上に引き出していきます。その横も少し引き出していきます。結んだ髪の毛の毛先を、毛先から3分の1の部分を結んでいきます。結んだ部分を2つに分けてくるりんぱしていきます。このくるりんぱした部分を少しほぐしていきます。先のゴムの部分を持ち、上の方に巻きつけていきます。毛先の髪の毛と地肌の髪の毛をクリップでしっかりと留めていきます。こんな感じで仕上がりました。寝起きからでもできる簡単なお団子アレンジ、ぜひやってみてください。バイバイ。